浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2022年7月8日、こんばんは。癒しのアートポッドキャスト浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。クロテントカフェ、釜石弁のマスター、ウチャジのぬか床。喫音集団お寺和平第2夜。ナムシャカジャ、シャバジャ、地獄じゃ、苦じゃ、楽じゃ、なんじゃかんじゃと言うが愚かじゃ。高田の馬場の高台には高い建物がたくさん建っている。神田鍛冶町の角の鍛冶屋にある勝ち栗、固くて噛めない。事務所までの道のりはあっけなかった。一歩惜しみ惜しみして歩いたため、とりわけあっけなく思われた。一二度の発声練習を繰り返しただけで、もう事務所の入り口に着いてしまった。ガラス窓越しに電話を挟むようにして女事務員が二人、退屈をかみ殺しながらそろばんを弾いているのが見えた。退屈しのぎにいいかもがと待ち受けているのかもしれない。中へ入っていかず、このまま発音練習を反復しながら工場の周辺を数回回ってきたい衝動に竹谷は駆られた。しかしそんなことをしたら彼女たちから発狂者と間違えられかねない。たくさんの落ち麦を前に見ながら、鳥小屋へ追い立てられていく茶母のような気持ちで、竹谷は事務所へ入っていった。家業と他業がとりわけどもる竹谷にとって、竹谷と難音が連続する自分の名字ほど発音しにくい、そのために腹立たしいものはなかった。今電話の前に立ってまず心がけねばならないことは、何とかして自分の性を言わないで済ませることだ。仕方ない時は前後の句読点を無視して一気に歌うように言おう。どもりの小歌と俗に言うように、歌ならば美空ひばり並みだ。近松の京成半音校とかの戯曲によれば、どもまたと言われた土佐派の絵師土佐又兵衛光興は、歌うように話してどもりを直そうとしたと言われる。だから歌うように坊主読みでいこう。受話器を取り上げると、竹谷は女事務員と杉尾の両方へのステートメントを一気に棒読みした。口の中で書きくけこさしすせそ立ちつて、どうもすみません、もしもし。出だしは順調だった。これで一度に両方に話したことになる。諸刃の剣達人芸だ。ここで一息入れれば、発音の至難な自分の名字は杉尾の方から言ってくるだろう。ああ、竹谷か。そう、それでいいのだ。これなら誰からも不自然に思われないだろう。どう、忙しいか。前置きなどいらないのに、答えなければならない言葉と回数が増えるではないか。花も
嵐も踏み越えてゆくが男の生きる道、泣いてくれるなほろほろ踊りを。どれだけ辿っていっても返事、まあねのまがなかった。いろは四十八文字、まあぐらいどんな流行歌にもあるはずだった。しかし何節目に赴けばまあと開口できるのだろう。歌の中にあるほろほろ鳥のような心情に鞭打たれながら、彼は見出せないかもしれないまあを根気よく模索していった。月並みな返事はいくらもあったが、まあに心を捉えられている彼には他を探そうとする心の余裕がなかった。優しいかの君ただ一人、立たせ待つ、立たせまあね。やっと探し出せたのだ。返事を待ちかねていたのか、ほっとする間もなく卒業が言った。八甲前になっている今日の集会所ね、どんにしようじゃないか。中田さんからそう電話があったんだ。俺はイエスと言っといたんだ。どう、いいだろう。どこだって竹谷は構わなかったが、返事のための詩音を何発しなければならない今々しさから、彼はいちいちこちらの意向を打診してくる杉尾のあまりにも民主的な喫音者には思いやりのないやり方が腹立たしかった。彼もどもりではないか。受話器から答えを迫られる時の苦慮がわからないのか。四五年も前からの親友であるというのに、もっとも杉尾は電話ではほとんどどもらなかった。しかし普段はひどかった。昼食時、工場の食堂で食べたいと思っているカレーライスがどうしても注文できない。最初の「か」がどうしても出ないのだ。逆にライスカレーというようにも「ら」が出ない。仕方なく発音しやすい親子丼とかオムライスばかり、みすみす高い金を払って味気なく食べている悲哀を、いつか竹谷は杉尾から聞かされたことがあった。町の食堂へ入った時、杉尾は実に丹念にメニューを読む癖があったが、それは自分の好むもの、あるいは安いものを選んでいるのではなく、すらすらと発音できる名前の料理、それだけを探していたのだった。Play among the northern lights.
朗読は次回へと続きます。今流れているのはジャズボーカリスト黒川和美様のアルバム Birds of a Feather の中のノーザンライツ、鳥とオーロラという曲です。曲名とアルバム名を番組ホームページと今週号の情報欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回もどうぞお楽しみに。 Bird fly away, fly high, a bird, stretch your body, spread your tiny wings, heading towards another sky. The light spaceship, but it's called a down chorus. Do you know the song of silky light? Can't be hard on the ground, but over the sky there is another sea and sky where your music is playing. Someday cosmic ocean play among the northern lights, sing together in heavenly chorus your music will be先週は畑仕事をしているうちのおばあちゃん、祖母のことを思い出してつぶやいてみたんですが、そこからの続きで、そういえば夏の庭にはいろんなものがあったなというのを思い出しました。まあ、そんなに広大な敷地ではなかったんですけれども、狭い庭にいろんなものがありました。まずたくさんバラの花が咲いてました。これも大きいバラじゃなくて、なんか小さいバラのスプレー咲きっていうんですかね、そういう感じのバラがいっぱいありました。それから桃の木がありました。ブドウの木もありました。そしてイチジクの木もありました。なんて豪華な庭なんでしょう。でもその当時はこの桃っていうのは、こうお店で売ってるようなああいう大きい綺麗な桃ではなくて、小さい桃がたくさんなるんですね。でちょっとこうなんて言うんだろう、色が変わっちゃったりとか虫がついたりで、途中で下に落ちちゃったりとかして、なんか形が不揃いなんですね。なのであんまり喜んで食べてなかったんですけれども、今思うあれは結構甘かったし、お宝だったんじゃないかなと思います。もう全然価値が分かってなかったんです。
それからアリがいっぱいいました。そしてダンゴムシもいっぱいいました。まあ、これが私のお友達でした。まあ、アリなんか見るの大好きでしたね。別になんか虫が嫌だともあんまり思いませんでした。よく虫、こう石をひっくり返すと中から虫が出てくるんで、そういうのと遊んでいました。それからなんか庭に浅月っていうのもありましたね。浅月、おばあちゃんがよくそういうのを取ってきて、で夏はそうめんにこう一緒に食べたりとか、こうちょっとピリッとする、なんで野草みたいなやつですね。あとコンフリっていうのがいっぱいありましたね。なんか葉っぱみたいなやつなんですけど、なんかそれをよく天ぷらにしてました、おばあちゃんが。でそれを天ぷらにして、やっぱりこうそうめんとかそういうやつと一緒に、冷麦っていうのかな、そうめんっていうのかな、それで夏は食べるという、そういう感じになってましたね。今思うと栗の木もあったような気がします。いやー、なんかしみしみとそんなことを思い出してしまった夏の日です。桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい、前回はですね、休日を満喫しているというね、ぷかぷかでございましたが、はい、昨日今日と、はい、久しぶりの、仕事がありました。昨日はですね、西宮で、はい、ゴスペル文楽というのをね、これ何年ぶりなのかな、多分 7,8 年ぶりぐらいにしました。はい、ですから演出もですね、新しくして、うん、まあある意味ではもう一から作り直すじゃないですけど、それに近い形の作品になったと思います。はい、僕の個人的な意見を言わせていただければ、今回はとても良かったんじゃないかなと思います。というのはすごくね、広いホールで道具も本当にこうそれに見合った道具を作ってもらったりですよね。だからちょっとこう冒険できたというか、うん。でまたその一番大きいのはまあ予算的な都合もあるんですけど、結構こう人形使いをたくさんこう参加させることができたので、今までは割とギリギリの人数でやってたので、どうしても演出的に厳しい部分もあったんですけど、今回はたくさんの人形使いをこう参加というか、うん、できたので、その辺が無理なくできました。はい、なんかあんまりね、抽象的で申し訳ないですけど、うん、本当に、うん、また9月の26かな、
すいません、また神戸女学院だったかな、また再演をしますので、またゴスペル文学でご興味のある方は検索していただけたら良いと思います。そして今日は枚方の芸術センターで解説と形成阿波のナルトを1日2回公演でやってきました。僕は解説とその後10分休憩ですぐに阿波のナルトのおゆみというお母さん役を使って、もう今は正直言ってヘロヘロです。はい、結構パワーを使いました。はい、今日の公演は枚方市のなんか主催で、300ぐらい のキャパだったんですけど、一応無料で300×2 の2っていうか600人のキャパで1000人以上の応募があって、ありがたい話なんですけど、満席の状態で公演させていただくことができました。ありがとうございます。はい、でお客様もほとんどが初めての方が多くて、はい、だからやっぱ取っかかりとかあるので、このお客さんが本当に1回だけで終わらずに実際の本公演とかに来てもらえたらいいなというようなお話をしました。はい、ね、文楽というお芝居は一回見ただけではなかなか理解できないんですよね。悲しいかな。やはり昔の大阪弁を使っておりますし、義太夫節というね音曲に乗せて言葉を語っているから、なかなかその言葉自体がこの耳の中に入ってこないというね、最初のこうハードルがあるわけですよ。でもそれを乗り越えていくと、もう本当にこういろんなことが分かってきて、楽しみが増えるという芸能なので、一回でね挫折せずに何度も見ると、あ、なんだこうだったのかとか新しい発見が見つかるので、これを聞いてる方ね、1回と言わず2回と言わず3回と言わず10回と言わず100回と言わずね、見ていただきたいと思います。はい、で、今日はね一つ本を紹介したいと思います。はい、これはノンフィクションですね。作者はかう川内有夫さんね。川は三本川に内で、有は有有尾はおっぽの、おっぽじゃないわ、鼻尾の尾ですわ。はい、川内有夫さんの目の見えない白鳥さんとアートに見に行くっていうね本なんですけど、最初はね面白いのかなと思いながら読み始めたんですが、とても良い本でした。僕たちが目の見えない人に対する考え方と、実際に目の見えない人が思ってる感情というか、の行き違いというか、それが本当によくわかります。それだけでもすごいなと思うんですけど、またその目の見えない人がそのアートを見に行く、美術館に行くっていうことに対してどうなのって思うんですけど、もちろんその案内する人がいて、それはその一つの絵を見て
その人がどういうその人の感覚でその湯を白鳥さんに、白鳥さんっていうのは目の見えない人なんですけど、その人に教えるんですけど、でもすごく、まあ皆さんが本買うかどうか分かんないですけど、僕たちも目見えてますけど、見ているようで見ていないんですよね、実際は。本当に取捨選択してて、実際にたくさんのものすごい情報があって、見えてるものの中で選んで見てるんですよ。だから絵一つにとってもちゃんと見ているかといったらそうではないんですよね。でもそれをこう説明することによって、自分が見ていなかった部分を再発見できるというね、ことをこの本は伝えてます。だから本当に物事を見ていなかったんだなとか、絵に対しても見過ごしてる部分がものすごくたくさんある、だからそれを実際にこのキューキュレーターとか美術館の人たちがその白鳥さんを案内することによって、自分が本当にありがとうございました、発見できましたって言ってるんですよ。だからいかに人が物を見ていないかっていうのをこう教えてくれる一冊なんで、僕これ図書館で借りたんですけど、すごく大事に読んでたから、結局その会社の次の人が予約入ってたから会社の口行けなくて、結局最後まで読めなくて Amazon で買いました。はい、僕にとってとても大切な一冊になりそうなので、皆さんもぜひ読んでほしいなと思います。久しぶりの10分超えのぷかぷかでした。ぷかぷか追伸です。すいません、なんか聞き直したらむちゃくちゃなことを言っているので、美術館のなんかことの人のことをサーキュレーターとか言ってますか？キュレーターですよね。あとゴスペル文楽次回公演9月の26日です。なんか僕6月って言ってるような気がするんです。すいません、いつも間違うんで、その辺はちょっと許してください。失礼します。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、 E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。そして番組へのご意見、ご感想、リクエスト、ご常連の皆様へのファンレターもぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。